バコンは、カンボジアにおける、現代のシェムリアップに近いアンコールにおいて、クメール王朝の統治者によって構築されたサガンの山岳型寺院である。旧世紀末の十数年間、今日、ロルオスと呼ばれている地域に位置した、古代の都、ハリハラ・アラヤにおいて、オーインドラ・バルマン一世の国家寺院としての役割を果たした。西暦802年、アンコール朝の初代の王者やバルマン二世が、 カンボジアの主権を宣言した。曲折の後、ジャヤーバルマン2世は、ハリハラーラヤにおいて、彼の都の城を制定した。数十年後、王の後継者は、アンコールにおけるサガンの最初の山岳型寺院として、バコン寺院を段階的に構築した。石碑の碑文は、881年、オインドラバルマン1世が、シワガミに寺院を捧げ、その中心に、 宗教的象徴であるリンガとして、その名前を大地震と、芝神を表す設備地へスバラの組み合わせである、インドレシュバラ神を封建したと述べている。ジョルジュセデスによると、デバラアジャ崇拝は、王権の正当性として、神による王政という構想より成立したとするが、後の著者は、それは、必ずしも統治者自体の物理的な人物の崇拝を伴わないと述べている。バコンは、 わずか数年間、アンコールの国家寺院としての地位を享受したが、十二世紀、中頃ないし十三世紀の後の増築は、それが放棄されなかったことを証明している。9世紀末にかけて、インドラ・バルマンの息子かつ後継者のヤ野生・バルマン一世は、ハリハラ・アラヤから、現在アンコールとして知られる、シェムリアップの北部地域に、都の城を移し、ここで彼は馬剣と呼ばれる新しい山岳型寺院を、 中心に、神と、野生ダラプラを建てた。中央のピラミッド型機団を囲むレンガの塔は、ハリハラアラヤの他の寺院、プリア港やロレーに似る。バコンの地域は、東西900メートル、南北700メートルであり、二つの観光と、東から西へ向かう主軸に区切られた三つの同心の、周壁より構成される。外周壁は、壁も東門もなくなっており、その境界は今日、 外側の堀が部分的に見られるのみである。国道6号から現行の接続する道路は第二周壁の端につながる。内堀が区域を隠し、その内側の円に東西350メートル、南北320メートルのラテライトの周壁の跡と4つの十字型の東門、それに広い土手道が交差して、その両脇にはナーガの欄干の原型のような7つの頭を持つ。 ナーガが並んでいる。二つの堀の間には26基の付随するレンガの小指導の遺跡がある。最も内側の周壁は160メートル120メートルのラテライトの壁で囲まれ、中央に寺院ピラミッドがあって、シワ紙に捧げられた東向きの八基のレンガの塔の指導が各面に2基ずつその周りにある。それらレンガの指導の戸口の枠や柱、義比は、 砂岩で作られ、マグサには、精巧な浮き彫りが見られる。また、ドバラパーラやデバターの素像が、側面にある。その退屈ものより小さい構造物も、また周壁内に配置されている。東東門のすぐ外側には、現代の仏教寺院がある。神派の像が、中央ピラミッドの石段にあり、各基段を守る。ピラミッド型の基段は五層からなり、 その第一層の基段は65メートル67メートルである。その中央部は1936年から1943年にフランスのモーリス・グレーズによってアナスティローズの技法により再建された。頂上部にはかなり後に再建された塔が唯一一機基あり、その様式はハリハラ・アラヤの旧世紀によるものでなく12世紀の寺院都市のアンコール・ワット様式のものである。 その仮想の第4基壇には十二の小指導が囲むように立つ。かつてピラミッドの基壇は漆喰の浅浮き彫り彫刻に覆われていたが、今日はその断片のみが残る。その戦いのアスラと思われる劇的な一場面は彫刻の質の高さを認識させるものである。像の巨石像がピラミッドの第3基壇より仮想の角に主語として配置されている。また、 ライオンの像が各基段の階段を守っている。バコンの構造は一般に初期クメール人建築の山岳型寺院とされ、階段ピラミッドの形態を持つ。このバコン寺院とジャワ島のボロブドゥール寺院の顕著な類似性は構造上の部分、例えば上の基段への入り口や階段などにおいて、ボロブドゥールがバコンの手本となったことを強く示唆しているともされる。その場合、 クメール王国とジャーのシャイレーンドラ朝の間に、施設団でなくとも人的交流がなければならない。それは単に発想だけでなく、持ち送り構造の手法のうちアーチ型入り口など、ボロブドゥールの技術や建築設計もまた、カンボジアへと伝わっている。ありがとうございます。